おはようございます。今日は11月10日金曜日、ベストボディジャパン日本大会まで残り9日となりました。今日はだいたい8時ぐらいに起きて、そこからダラダラして、まあ、本とか読んだりして、この時間になりました。今日は雨なんですけど、まあ、いつものごとく今からウォーキングに行きたいと思います。はい、今ウォーキングから帰ってきて1食目、何も変わってません。いただきます。ということが分かりました。図1の認識スクリーズポットに着目すると、固有値は4から6の間に推移していることが分かります。はい、今ズミが終わってこれから2食目を食べます。胸肉が 100g ちょっとと白米 200g です。いただきます。今日ゼミだったんですけど、体調不良者が多くて3人休んでて、で多分インフルエンザなんですけど、ちょっと今の時期にインフルエンザかかるとだいぶ困るで、ちょっと今一人で違う部屋でご飯食べてます。で今日は本当は夜ゼミコンがあって、しゃぶしゃぶに行く予定だったんですけど、さすがにそれも中止で、今日の夜何行こうかなって考えてます。今帰ってきて、今からバナナ2本食べてジムに行こうと思います。本当はそのままジムに行ってもよかったんですけど、なんとなく手洗いうがいがしたかったので一回家に帰ってきました。今ジムから帰ってきてシャワー浴びて、帰りにスーパー寄って、今日本当はしゃぶしゃぶの予定だったんで牛食べたかったんで、ローストビーフ 120g 買ってきました。とそばとダメカブと、白米 67g 食べます。いただきます。今実家に帰ってきました。もう寝るだけなんでこれで動画は終わりです。おやすみなさい。